あれこれあ、そうだ。はい、明るくなりましたね。はい、こんにちは。ですね、ぬれねずみです。で、このチャンネルはですね、テレビのドラマをですね、なるべく一話一話振り返りながらのライブって感じになります。で、今日はですね、黄昏流星群ですね、黄昏流星群の5話がですね、今日の10時からあるんですけど、その前のですね、4話の振り返りライブって感じになりますので、よろしくお願いいたします。で、4話はですね、タイトルですね、引き返せない秘密のデートですね。はい、そちらの回になりますので、まあ、いいタイトルですね。はい、よろしくお願いいたします。でですね、今日に関してはですね、やっぱりあの4話ですね、4話に関してちょっと振り返りになるんですけど、4話はね、やっぱりラストがね、とにかく面白いと。で、何回も何回もちょっと見返してみてるんですけど、まあ編集も面白いですよね。で、一応ね、こちらの4話に関して演出が林徹さんって方ですね。で、まあ音楽も入ってたんですけど、音楽は徳田さんって方ですね。で、撮影が浅野さんって方で、映像が青田さんで、編集が岸野さん。で、ライン編集ですね。ライン編集が大方さんっていうのかですかね。はい。女の方だと思います。まあ、とにかくね、ラストが面白いと。はい。でもそれはね、本当に映画好きとかね、とか、まあ、ホラー好き。まあ、ホラー好きは映画好きって言いますけど、まあ、そういった方がね、見てもらってもね、まあ、楽しいシーンですよね。はい。でね、まあ、何が面白いかと。編集面白いんですけど、まあ、その、途中でこう、ぐっとこうね、蔵之介さんがね、寄るシーンがあるんですけど、寄っての、あともう、こっちとこっちとこう切り替わりですよね。あそこはね、もう本当になんか、名シーンだと思いますので、はい。皆さん、まあ、もう今日でね、もう TVer の配信終わっちゃうんですけど、まあ、後でもね、ちょっと、なんかどっかで見れるのがあると思うんで、そちらで見直してみてください。これはね、本当に映画好きな人がね、まあ、それこそ先ほどちょっと言ったんですけど、七国とかね、その辺が好きな人がね、撮ったんじゃないかっていうぐらい、はい。まあ楽しかったです。で、編集だけで言いますと、ですね、切り替わりが良かったのが、どこだっけ？ちょっと待ってくださいね。今してるんですけど。そうですね。中山美穂さんが、中山美穂さんが、娘さんと会話をしてるんですけど、まあ、山に行く、山にデートに行く女の人なんていないわって言った瞬間に、その次の切り替わりが山に二人で行くとかね。だから、編集も面白かったですね。だからね。だから昨日、先週見たときに、その最後のラストシーンがあまりにも面白かったんで、今日見返してると、やっぱりね、頭からね、佐々木蔵之介さんのね、顔が面白いんですよね。はい。そんな感じです。でね、やっぱりね、最初の、まあ、今日の、4話の前半の方ですね。前半の方で言ったら、まあ、これ、まあ、言って大丈夫だと思うんですけど、弁護士っていうのはピンキリなんだ。皆がエリートとは限らない。これから供給過多になる不安定な、職業だとかね、ちょっとかっこつけて言うんですけど、その辺の顔もいいですよね。はい、顔もいいですし、だからあの辺はなんかね、なんか佐々木蔵之介さんのなんかね、なんかコメディセンスというかね、そういうのがある感じで、まあ、とにかくね、佐々木蔵之介さんがね、まあ、ここにも書いてますけど、人が威張ってかっこつけてるのは面白いんですよね。なんかね、その感じ、なんかね、昔のその堅苦しい人の面白さですね。そういう感じが出てるんで、はい。ほんと面白いですね。はい。で、あとね、良かったセリフで言えば、佐々木蔵之介さんが、あ、じゃあ、今度食べてみます。まあ、そのセリフいいですよね。ちょっと大人な感じがして。あとね、またキリッとしたセリフが多いですね。なんとかやめましょうってね、佐々木蔵之介さんが言うんですけど、そこのシーンもまたキリッとしてね、なんか男のかっこつけ、かっこつけの感じがね、ちょっといいですよね。はい。あとはね、全体的で言ったらそうですね、そうですね、まあ、とんでもシーンってこともないですけど、そういう、まあ、面白いシーンで、やっぱり中山美穂さんがね、やっぱ独特の感じになってきて、まあ、今日の映画館のシーンとかも結構いいですしね。はい。もうその辺はね、もう、また来たか、みたいなね。はい。そんな感じの面白さになってると思います。でですね、あとはですね、まあ、介護のシーンですね。まあ、ちょっとシビアじゃない。あ、シリアスなシーンですね。シリアスのシーンで言えば、まあ、お母さんとの介護のシーンがあるんですけど、そのシーンに関してね、真面目に他人のお母さんと初めて接する時の距離感、佐々木蔵之介さんの距離感ですね。あそこ良かったですね。はい。まあさすがだなと思いました、その辺は。やっぱり知らない人、知ってる人。まあそれによって全然距離感がね、
距離の取り方も違いますし、あとはそのお母さんと佐々木蔵之介さんのことを勘違いしたあの黒木ひとみさんの感じですよね。はい、あの感じで、あの後もう一回ちょっと喋ったりもするんですけど、その時のちょっと切ない感じとか、うん、あの辺はね、なんかそういうほら、なんかもう、そうドラマっていうか、こういうなんかワクワクドラマとして見てる方はちょっと重たくなりそうなるシーンではあるんですけど、その分量もそんなに多すぎず少なすぎずって感じで、うん、まあ確かになぁ、みたいな。なんかそういう感じには、なんか黒木瞳さんに関してもね、やってることはあれなんですけど、なんとなく、まあ同情ってこともないんですけど、なんかそういうの感じにもね、ちゃんとなってるんで、うん。ただの浮かれたね、感じにもなってないんで、その辺もいいですし、あと、ま、居酒屋のシーンとかもね、まあ、ちょこちょこ出てくるんですけど、あのシーンとかも、なんだろうな、あの狭さですかね、空間のね、居酒屋の、うん、狭さと親父さんがいてっていう、まあ、よくあるシーンなんですけど、でもなんかね、ちょっとあのちっちゃい、ね、どこで見つけてきたか、いつね、知ったのか、それこそ、佐々木蔵之介さんが、昔ね、誰かに連れて、ここいい店なんだよって誰かから紹介されたのか、うん、そういうのも考えるとね、あそこの、あの狭さがいいですね、居酒屋のシーンに関しては。はい。そんな感じです。あとはですね、そうですね。うん、そうですね。まあ、さっきの佐々木蔵之介さんが格好つけられたら、まあ、彼と会った時のね、感じもいいですよね。はい。まあ、後で娘にえらい怒られてましたけど。はい。で、その娘さんですね、石川、ちょっと一番初めてなんで、レンさんでいいのかな。言っちゃったら困るんですけど、石川、石川蓮さんですね、がやられてるんですけど、この人もはね、やっぱ滑舌がいいですね。はい。うん、若いし、エネルギーもあるし、声もなんか聞き取りやすいし、うん。いいですね、なんかね、銀河テレビ小説、うん、になんか出てきそうな感じの、まあ、はっきりした、うん。いい意味のなんか昭和ベースのはっきりちゃんと喋るっていう、はい。そんな感じがね、なんか、いいですね、はい。だから最後の、まあ、大嫌いってね。そこもね、いいと。そんな感じです。あとはね、もう今日はね、もう楽しみにしてるだけのあれなんですけど、あと、黒木瞳さんですね。黒木瞳さんで言えばね、なんかもぐもぐね、食べながら話す。それは良かったです。はい。そんな感じですかね。うん。そうですね。佐々木蔵之介さんが、その気はちっちゃいのに、なんかこう、ぐっとね、あの手を握るシーンとか行きますよみたいな、僕はリードしますみたいなね感じもいいですし、うん、黒木瞳さんは聞きますね。はい、では一応そんな感じですね。ちょっと電話もかかってきましたんで、こちらであのライブ放送は終了させていただきます。ではですね、笹川流星群の6話ですね、5話楽しみにしましょう。じゃあありがとうございました。失礼します。